水沢美香です。今日は令和五年一月十四日です。今回は。 中国が例のコロナの水際対策の件で対日姿勢を強化させてきているということや韓国が偽徴用口の問題で日韓双方の寄付で訴訟の原告への賠償を肩代わりするという案を出してきたことなどについていろいろとお話ししたいと思いますその前に前回の動画に皆さんたくさんいいねやコメントを書いていただきありがとうございました特にご丁寧に 明けましておめでとうございますと、年初の挨拶まで書いてくださった方々も少なくなくて、皆さんの心のこもったお言葉一つ一つに改めて励まされて感謝いたしました。ありがとうございます。中国が例のコロナの水際対策の件で対日姿勢を強化させているということについてなんですが、これは前回の動画でも私も話した通り、日本は 出国前に72時間以内の陰性証明の提出を中国からの直行便の入国者には求めているということで、これは決して日本が特別中国に対して厳しい措置を取っているということではなくて、むしろ欧米などが48時間以内の陰性証明を求めていることに対して72時間以内ですので、日本の方が緩い措置を取っていたんですよね。 それにもかかわらず中国は日本と韓国に対してだけ厳しい措置をとって特に日本に対しては中国渡航に必要なビザだけではなく第三国への乗り継ぎ時に中国に一時入国できる臨時ビザの発給の手続きまでも停止しましたこれは普通にまともな大人が考えたら特に日本が 岸田政権が意地悪をして中国に対して入国を阻止しているとかいうわけではなくて、運悪くこの時期に中国でコロナの感染が爆発してしまったので、検査して陰性だったら日本へ入国してくださってもいいけれども、陽性だったら待機してくださいって言ってるに過ぎないことじゃないですか。 しかも、その検査費用とか、治療にかかる費用とか、滞在費も日本が持つっていうことになってるんですよ。あり得ないことに。それなのに、逆切れするかのように中国は日本からの渡航者をストップさせようと、ビザの発給の停止をしたりして、まるで日本を中国の属国かのように軽んじて扱ってるじゃないですか。そんなことだと、日本国民はもうやっぱり中国は信用できないし、 好きになれないと思いますよ。実際に中国では9億人以上の人がコロナに感染したというデータも一部あるんです。一年中で一番感染が拡大しやすい冬場にロックダウンを解除したんですから、そのぐらい感染が広がっても当たり前だなって普通に考えたらわかるじゃないですか。ですから日本も,も中国がそうなら、こちらこそ、 中国からの入国者を全面ストップするとかそういう措置を今すぐに取るべきなところ日本政府は中国に対して抗議してビザの発給停止をやめてくれとかそういうことを言ってるんですよ。情けないです。 そもそも中国は日本のすべての主要都市に核ミサイルを向けていたり、尖閣諸島周辺の、これ日本固有の領土ですけれども、その周辺の水域にたびたび中国の海警の準軍艦が侵入してきたりとか、まあ、直近では日本の EEZ にミサイルを5発撃ったりとか、いろいろ挑発してきていることは事実ですよね。日本にとっては潜在的な適正国家なんですよ。 それに比べてアメリカは日本の唯一の同盟国です。ですから日本がアメリカに示しているのと同じようなもしくはそれ以上な友好姿勢を日本に求めてもそれは根本的に無理な話なんですよ。ですがその中でもなんとかお互い知恵を絞って戦争とか起こらないように外交で友好関係を保とうと努力するのが大人の普通の主権国家同士じゃないですか。 もしも本当に中国が日本と真の友好関係を築きたいと思うんであれば、今すぐミサイル向けるのやめてくださいよ。尖閣諸島周辺の水域に入ってくるのもやめてください。もう混輪際絶対に日本の EEZ にミサイル撃つのもダメですよ。それ全部してくださったら、日本の方からは何も一切してないじゃないですか。それ全部中国がストップしたら、真の友好関係が築けると思います。 中国が日本にミサイルを向けている限り、日本は地域の安全保障のバランスを保つために、戦争が起こらないようにするために、もう少し日本の国防力を強化しなければなりませんし、また今現在は日米同盟や西側諸国、NATO 諸国との連携っていうのも大事になってきます。というのも中国が実際に本当に 覇権主義の刃を日本に向き出しにして日本を攻めてきた時に守ってくれるのは中国ではなくて他の西側諸国っていうことになりますよね。親中派の人たち、左翼の人たちもそうなんですが、どうしてこういうことを真剣に中国に対して言わないのかなって私は思うんです。真の友好関係を築くのであれば、ミサイル向けるっていうのはまず最初にやめなきゃいけないじゃないですか。先日1月12日に ニュースウィークが台湾防衛の代償、米死傷者1万人、中国1.5万人、日本も多大な犠牲、CSIS が24通りのウォーゲームの結果を発表と題する記事を掲載していましたけれども、その記事をもとに様々な専門家が分析していて、それらをまとめてみると、日本も民間人も大勢の人が犠牲になるが、中国も 多大な被害を受けて、そして最終的には中国が負けるだろうと、ほとんどの人がそういう分析をしているんです。ですから、日本と中国がいがみ合って戦争なんか起こしちゃったら、もう日本も中国も友倒れですよ。 私はそういうことは、もう避けるべきだと思いますし、誰か、まあ戦争やっていうか、そういう武器商人みたいな人たちが喜ぶのかもしれませんが、まあこれは、まあある種陰謀論とも言えますけれども、まあ日本は淡々と国防力を強化しますけれど、中国は夢夢もうこれ以上一方的に日本を馬鹿にしたり、挑発したりすることはやめてください。日本政府も、岸田政権、岸田総理も、 いつでも何でも中国にペコペコしてるんじゃなくて中国が国際ルールを無視して本当に悪いことをしてきたら例えば日本の EEZ にミサイルを撃ち込んだりしてきたら本気で抗議しないとダメじゃないですかそんな弱腰な姿勢バカに見せているからいつまで経ってもバカにされるんです前回の動画でも話しましたが今回のコロナの水際対策については日本は何も悪いことをしていませんので 少なくとも春節が過ぎて春頃までは感染が拡大する恐れがあるんですから日本や中国だけではなくて国際社会の感染症の予防という観点からも中国からの入国は全面ストップするというような政策を打ち出してください。お願いします。それから次は韓国の偽徴用工問題の件なんですが 韓国の最高裁が日本の企業に賠償を命じた、いわゆる、まあ、偽徴用口の訴訟問題ですよね。これをめぐって韓国政府が1月12日に被告企業の賠償金支払いを韓国の財団が肩代わりするという案を検討していると公式に表明しました。これを聞いたときに、肩代わりってなんだよって私は思ったんですよ。 そもそもこの保証問題に関しては何度も言いますが1965年の日韓基本条約で日本が優勝無償5億ドルの経済協力金を韓国に渡してもうべて保証は解決しているんですそれなのに肩代わりなんて言うとまるで本来日本が払わなくてはならない賠償金をとりあえず韓国が払っとくねって言ってるみたいで 絶対後になってまた状況が自分に有利な方向になると韓国は日本に賠償金払えってわーって言い出しますよね。もう目に見えてることじゃないですか。今までも何度も何度もそうやってごと得で日本からむしり取れるものは何でも取ってやろうっていうスタイルでいろんな問題をでっち上げてきたのが韓国ですよ。これに関しては私は中国の問題と同様に 日本政府や日本の中の新幹派とか新中派の人たちにも責任があると思うんです。今回、まあ私はまだコラボの問題は取り上げてないんですが、このコラボの問題というのはご存知の方も少なくないと思うんですが、性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らを支援する東京都の授業を受託した一般社団法人コラボ、 これは、二刀夢野さんという方が代表を務めているんですが、そのコラボをめぐって、東京都の監査委員が会計の一部に不当な点があるとして、都に再調査を指示したという問題なんです。日本人、日本国民の血税を使って、一部の人たちだけが利権を得て得しているっていうのでは、もう多くの日本国民がますます韓国嫌いになりますし、反日勢力に対して不信感を抱くんです。 正直者がバカを見るという社会はもういい加減に変えていかなくてはなりません。私のような日本国民の中には今回の韓国の韓国側が肩代わりするという案に対してはもう会議的なんですが案の定韓国では逆な意味でいい加減にしろと韓国政府に対して怒りの声が上がっているといいます。例えば革新系のハンギョレ新聞は社説でこのような案では世論の説得は難しいとして 韓国政府が示した案を批判し、あくまでも日本側の謝罪と賠償に向けて、日本政府との協議を尽くすべきだという論調を展開しています。結局、韓国政府が反日教育をし続けて、そして政治の政策にも反日を取り入れている限り、こうしたねじれは絶対解消することはないと思うんですよ。さっきの大戦でも日本と韓国は、 敵として戦いあったわけではなくて、味方同士として戦争に臨んだんじゃないですか。そういうことすらねじ曲げて、捏造した歴史を自国民に教えるという韓国の方針は、やはり間違っていると思いますので、本当の意味で真の大人の日韓関係というのを築こうと思うのであれば、まずは韓国側がそういった方針を改めていただきたいと思います。ということで、今日は中国が 例のコロナの水際対策の件で対日姿勢を強化させてきているということなどについてお話しいたしました。それから前回もスーパーサンクスやメンバー加入などでご支援くださった方々ありがとうございます。とっても感謝いたしております。そしていいねボタンを押してくださったりコメントを書いてくださったりした大勢の皆様ありがとうございます。大変感謝いたしております。はい。 今日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録や高評価ボタン、メンバー加入などよろしくお願いいたします。失礼いたします。